今日寒い、なんか今日寒いかな。100回目ありがとう。今日寒そう。今日まだ誰とも会ってないでしょ。遊びに来たよってあれなの、定型文。いや、テロップ消さないよ今日は。消すなら早めに消しとけって。やっほー、おはねな、ありがとう。100回目。あ、今日寒くないんだ。おはようございます。おはれな。やっぱね、今日ね、寒いって思った。今除湿つけてて寒いなって。けど湿気るの嫌だからさ、どうしようと思って。おはよう。絶対間違ってて意見をしてん。明日からかいにしてるよ。前髪が昨日より伸びた。切ってないのに目に入ってるもん。今伸びましたね、多分一日で。一日で伸びた。そんなことないか。切ろ、今日もう一回時間あったら。もう24度だったらちょっとマシかな。お財布の中身さ。すごい、6月ですね。ね、明日から6月だね。まだ開けたらどういうこと。寝たら起きたらじゃない。結婚していいよ。今日はちょっと今めっちゃ寒くて、いつも配信してる時はなんかしゃべりすぎて暑くなるんだけど、今はちょっと今日は寒いから結婚してあげる。理由寒いからです。略して理由寒いから。だるま、だるま攻撃だ。台風近づいてるらしいですね今ね。台風1号らしいですね。知らなかったですね。8号ぐらいだと勝手に思ってたって思ってたんですけど、今が一番可愛くないですね。ん？台風消滅したの？良きじゃんそれ。1号消えたってこと？台風ってさ、1号とか2号とかあるじゃん。あれ消えたらどうなの？次の台風が1号、1号ってなんのかな。結婚して台風撲滅だからいいよ。でも今日雨降ってるからいいよ。撲滅だけど今日は雨降ってるよね。嫌だよね雨。ね、前髪おかしい、嫌だね。え、切ったのにおかしい、可愛くないね、いた。目に入る。目に入る長さなんだけど、昨日なんかもう切ったからさ大丈夫とか言ってたのに、目に入ってる。潰れてるからかな、ピンで止めてて。潰れてるから跡がついてね。本当に嫌なんだけど。昨日の夜に切ったらよかった。お風呂上がりに、昨日切ってなかったんですよ。お風呂上がりに時間はあったけどめんどくさくて。うーって何。本当にやだ、わかる？このなんか嫌な感じ、癖ついてるんだよね。まあ見てる方はなんかどうでもいいと思うけどね。うるさい。やばい、分けて送んないで。で、昨日断髪式しようと思ったんですよ、お風呂上がってって思ったけど、めんどくさくなっちゃって昨日のままなんです。なんで可愛いよ、ありがとう。絵で説明何を。ちょうど目に入りそうなんだよね。おはよう。やだ、可愛くない前髪が。
だる、目に入るか、もうちょっと切ればいいのか、やっぱりダメだよ、うるさいなんて言ったらね。ちゃいまーす。今の前髪素敵、ありがとう。次台風来たら2号だからね。いや、それな、それみんなにめっちゃむしろんでてた話題、それみんなにめっちゃむしられたなって思ったんだよね。ありがとう、答えてくれて。おもろいね。お母さんは今3時ぐらいじゃない、多分だから起きてるんだと思う。おはようございますってか寝るんだだけどね、母は今から。前髪まとめてたんよ、さっきまでまとめてて癖ついちゃうからと思って戻したらこれです。朝の3時だと思う。おはよう。わかんない、何時間差って聞いて確か2時間とか言ってた気がする。寝まーす。まだ15分経ってないか。寝ないとやばいんだよね、今日、今日たくさん動くんですよ。3時らしいです。寝ないとやばいのに口の色がない、の色がない。お出かけではないですけど。お仕事ですね、だから嫌なんです、だからちゃんと寝ないとダメなんですよ。お出かけだったら寝ないよ。お出かけしてないですね最近。お出かけしたい、ココとお出かけ行くって言ってたんだけど、とりあえず行きます。今日って花金なの、今日木曜日？違うな、今日が花金だ。昨日ブログ書いてない、いいじゃん、最高じゃん。夜ね、配信あるよ、ちょっと待ってね、多分できると思う。うん、大丈夫。今日は忙しいんですよ、なんか着替えないとダメなんですよ今日は、たくさん、マジでやだ。レッスンからの、だから私服に着替えないとっていう、汗かいた後に私服に着替えるのがめっちゃ嫌で、けどやばいんだよ、それが嫌すぎて、マジ最悪。ん？雨降らないんだ今日、やった、って感じだよね。そう、レッスン中にお出かけ。うん、出演じゃないから、だからボサボサで、まあボサボサではダメか。ボサボサではダメだすき、ダメですけど、めっちゃいい睡眠とってるよ私、めっちゃいい、多分誰よりもいい睡眠をとってると思います。はよ、私服か。ちょっとバレてるかな。シャワーあってもね、家で入りたい派ですね。見つかりませんね。そう、嫌なんだよね。嫌なんですよ。おはー、何時起きようって覚えてません。何時起きようというか覚えてません。今からアラームかけます。今から連絡を見てアラームかける。だからわかんない。まあまあまあ。今日マジ15分だから。おはよう。めっちゃ寝れてるからね。マジで。誰よりもいい睡眠をとっている気がする。おはようございます。通常で起きる睡眠はいいのか悪いのか
逆にどうやって起きてんのみんな。アラームかけないで起きる起きれなくない？一生多分寝れるよ。マジでな、5年ぐらいに寝れそうだわ。アラームなんてかけないで寝たらマジで今5時でしょ。だってでもそんなめっちゃ寝れないことはないですね。今すぐに寝たらだけど。でも寝れないんだよね今日。全然寝れてない。え、マジ？てかいつも寝れてないじゃん。大丈夫なの？誰よりも悪い。いやいやいや、めっちゃ健康的ですよ。私めっちゃ健康的え、マジで健康的喉が全然さ、治んないんだよねめっちゃ長引く。5年持ってないよ持ってない。10年だけど5年って言ったの。本当はマジ10年寝れそうおやすみなさい。太陽の光で起床なんてできないよ。気づいたら太陽沈んでるわサウナかね、寒いよね今日の朝。思ったれなもん。お風呂行ってらっしゃーい。3年寝たろう。誰？どうすればね、マジ早く夢に出てくれとさん、アラームなし毎朝4時に。やばいね、すごいよすごいよすごいよ。やらかけない。歌唱力結構夜遅くまでやってたのね。知らなかった。5時前朝最新。本当に？マジ？あった？おお、え、マジで。なんか先週はね、毎日やってるねってなって、なんか木曜か金曜で途切れたんだよね確か。途切れたんですけど、今週はちょっとワンチャン全朝配信できたんじゃない？わかんないけど。痛い、目に入る。どう？クリア、クリアなった。ほぼ毎日串欲しい。串、いや、太陽光ギリ浴びてる時あるからいやマジ最近さ、太陽さ、あの30分ぐらいで沈むじゃんか。あの何、最後の太陽、日落ちてきたなって思ったら、なんかその時にあの30分だけ開けてっていうぐらいのギリの時間帯に起きる。で30分部屋に日光入れて寝る。あ、寝ないけど、そう、起きる。でカーテン閉めてすぐに真っ暗になっちゃうから、ね、痛い目。もう切りたい。今から切ったらダメだよね。別れてるし、なんかまんなちょ、みんなにしたらどうでもいいんだよね、ごめんね規則だから喉治らないあ、ね、マックね、マックカフェでしょ。ピーチ飲んでないわ。通知を起こされる。起きてるんだよ起きたそうにしてるから。ヤヒさん、おはよう。あ、ね、サツキチの花なん、すごい。あれって決勝っていう感じなんだ。2回戦とかだと思ってた。すごいじゃん。前髪ありがとう、大事とか言ってくれて。レナがこんなにあの配信見てて前髪触られたらフォロー外しますこいつ前髪ばっか触ってみたいな、何がしたいんだよと思いながらフォロー外す幸せです、ありがとう。試験さん、ありがとうございます。練習がやってなかった時が油断したわ。最近ね、なんかめんどくさくて、すぐ始めるのがぴったしに始めるのが東京グール見てました。あ、立ちましたね。あ、ちょっと待って、191なんだけど。え、待って、昨日190にして話した。あれな、
日の入り7時だぞやめて、内緒、それ言わない。え、待って、190日の話した？え、待って、なんで、え、してないの？ちょっと待って、ちょっと待って、100枚ありがとう。え、ちょっと待って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 、一旦コメント飛ばすね。かわいい。91日、おはよう、れなちゃん、おはよう。え、話してないよね。ねえ、なんで言ってくれないの、みんな。え、待って、なんで言ってくれないの。え、なんで言ってくれないのえ、なんで言ってくれないの。そうだよ、189に、明日200じゃないじゃんってなって。え、なんで言ってくれないの。え、なんで言ってくれなかったの。なんで、ひどい、ひどい。190日っていいじゃん。だってずっと楽しみにしてたんだから、190日が訪れること。最低だ、みんな、みんなのせいねえ、なんで。190も言うでしょ普通ね。言ってよ。じゃあ話盛り上がってたからってことは、みんなが空気読める人ってことか。それでいくか。はあそれでいいかとかで、はあ、え、マジおこ案件なんだけど。え、楽しみだったし、190だって通過点え、なんで、なんで。え、気にしてたよ案外。え、知らなかった。電話管理はなってない。昨日怖い話した、昨日怖い話した。え、昨日怖い話したっけ。そうじゃん。待って、昨日の朝配信で190言われてないよね。昨日の夜配信のこと話し、夜配信のこと思い出したけど、朝も夜も言われてないよね。あー、忘れてた。200しか正直、正直ね正直ね。え、最悪なんだけど、普通に忘れてた。確かに出席確認した。あー、え、でも夜配信はさ怖い話したけど、夜配信はさ寝落ちしちゃった。背景変わらなさそう。なんか500とかじゃない、次、わかんないけど。確か200日壇上読みした方がいいのかな。キリいいよね、確かに。うーん、なんで、忘れてた。191だったんだ今日。知らずに190日が過ぎた。え、幻のチケットは魔法のチケットですね。魔法のチケットはなんかね、この間、あの、何日か忘れた、180日か170日か175か185か どっかでなんかチケット入ってた。今、え、わかんない。でもめっちゃ前のやつかな。うん、あんまりなんか通知とかも見なくて、え、わかんない。で、なんかついこの間、あの、チケットを、チケット、なんちゃらチケットがあるじゃん、あれを、うん、365って、あれ6枚くらいあった、10枚くらいのあった、え、結構あって、それをね、その通知を見て、なんか、え、いつのやつだろうみたいな、見たらなんか何日の記念のやつですとか言わ、あの、なくて、そういうのが書いてなくて、だから多分なんかめっちゃ前のやつを受け取ってなかったか、180日のやつか170日のやつか、なんかキリ日のやつで見たら、いや、記念でくれるよ、見たら8枚ぐらい溜まってたでもなんかね、10枚以上は溜まんないらしい期限あんのかな。え、わかんない。え、なんかね、10枚以上、あ、そうそうそう、だからその10枚で次365日の時に、じゃあもう1枚もらえますよってなっても増えないみたいな感じ、増えないですよってやつ。一応もらえるあれはあるけど、
もらえる頻度のはもらえるけど増えないですよみたいな感じだった。だからなんか適当にほったらかしにしてる。1週間休めるね、ホワイトじゃん。確かにね、確かに1週間休めるね。消化しないの、なになに、え、なんかみんなちょっとおかしい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 、なんかかきれなの配信をちょっと休みたいみたいな、おかしいおかしいおかしい、なんかそういう感じが出ているんだけどおかしいおかしい、みんなおかしいよ。あ、旅行行く、ワンちゃん旅行行ってるかも。じゃあその8枚を使って、今っていうか今の8枚を使って、実習行くか10枚貯まったら12日しか行けないか。でも、あ、違うわ、関係ないわ、 10枚でしょ。10日しかダメじゃん。10日だから月から金でしょ、保育園じゃん。だから月から金で5枚でしょ。で土日は使わないじゃん。え？ってなったらちょうどさ、あ、違うわ、20日あるんだった、ダメだダメだった、半分はサボれない。なんかおかしいよみんなみんなおかしいよ、言い訳しないで、みんな言い訳しないで、休んだら洗脳解けちゃうそうだよ、だから200日でも、もし明日休んでもチケット使う、勝手になんか使われるから、だから200日続行みたいな感じなんですよ、配信してなくてもね。いや、1日おきじゃなくてもいいと思う。なんか、あ、もし実習行くならってこと。実習行くなら20日でしょ、無理じゃん。1週間、4週間行かないとダメなんだよ。2週間分はチケットあるね、10日だから。ちゃんと使うんだよ、ありがとう、10日分だから。前髪ギザギザだね今まだね、実習の時いいけどさ、え、実習は1年目とかじゃなくて、その単位を取ったら、課題をしたらですね、そのなんか単位があったら実習に行かないとダメになるけど、めんどくさい。実習も勉強も全てが嫌になるやばい、待って、今日何日、今日まだ6月じゃないよね。じゃあ今日か明日ぐらいに課題やります。課題を開いてやってみようかな、一回一回とかって課題はなんかどっか行った、どっかなんか裏に、裏のなんかどっか行きましたね、マスクの箱の裏にもいた、課題詰め込んだ、そしたら折れてて、なんか折れちゃったなんか封筒みたいな、それに入れて送るんだけど、レポートを課題は触るよ、じゃ今日の配信で課題触るわ。でもどうやってやったらいいか分かんないんだよね、どっから手をつけたらいいか分かんなくて、何をやればいいのか分かんないんだよ、なんか分かんなくて、どうしよう、分かんないですね。待って、今日5月最後なんだ、やば。で、今日だね。え、そう、課題ね、マスクのこのなんか後ろになんか入れといた。でもなんか課題やなんかめんどくさいとか言ったらちょっとみんなに怒られるから、課題はちゃんとやってくださいみたいないや、やりますから、ちゃんとやりますから、やりますからアンチちょっと触ってまた隠す、え、ちゃんとやります、本当に本当に頑張んないとね、やばいよね、格
隠したくなっちゃうんだよね、でも。え、なんか1ページ目からやったら嫌だ、うん、1ページ目とか嫌だよね。ページって聞くのも嫌だ。普通にやばい。スクリーングもあるよ、スクリーングもあるんですよ。ほんとそれな、1年マジで一瞬で過ぎるよね。だって今6月でしょ、終わった、マジやばい。おはよう。たまにね厳しい人もいるから、みんなが優しく見守ってくれるわけじゃない。でもレナってちゃんとやるから、やってない感出してるでしょ。いや、やってないんだけど、今のところやってないけど、ちゃんと私やるんで安心してもらって。マジで安心してくださいって感じなんだよね。まあでも心配してくれてありがとうって感じなんですけどね。やばいね、無理、普通にやばい。100ページやばいって。 そんなにあるかな。でもあるよね絶対、そんなページ数ぐらい。マジで時間経つの早すぎて、時間ってその1日の時間もそうなんだけどさ、普通になんか時の時間の速さみたいな。課題モチベって最初が一番あるもんじゃない。ないよ、課題モチベはないよ。ないよ。ないよ、やってないけど。やってないけどね。やってないけどね。え、今日寒いでしょ、普通に寒いよ今日。でも喋ってたら暖かくなってきた、今暖かいわ。ポカポカですね今。うん、心配はしてん。いや、じゃ心配してくれなくていいのに、みんな心配してくれるんですよ、優しいからね。ありがとうございます。けど大丈夫です、やってないけど、やってないけど大丈夫なんですよ。私ってちゃんとやるタイプなんで。マジでやらない人とかいるじゃん、そう、なんか本当にやらないとダメなのに やらない人みたいにいるでしょ。やる感じの人ですから大丈夫ですね私は。マジでやらないタイプではないから大丈夫です。夏休みの課題となんか大学の課題はなんか感覚が違いすぎて。でもなんか夏休みの課題はどうだっけ、なんか覚えてないですね。気が向いたらやるって感じ。でもなんか割とあれかも、なんか最初にやっちゃったりとかもないし、一番最後に焦ってやっちゃったりとかもない。え、めっちゃ計画性立ててない、すごいじゃん、すごくない。普通に語学はあるし、なんか英語もあった気がする。なんか今ってさ、私立の幼稚園がなんか英語クラスがあるんですよ。もうやばいよ、実習で行ったことあるんだけど、マジでなんか普通にみんななんかめっちゃ喋ってんの。ええー、みたいな、やばいですね普通に喋ってて。同級生でマジで、え、さっきの子な、何喋ってたの。さっきの子なんて言ってた、え、何の歌歌ってんのみたいな。誰か訳してくれみたいな。でも先生も海外の方だから、そうだから先生ももうなんか朝の挨拶がハローみたいな感じで教室に入ってきて、でもうそこから英語しか喋らないみたいな。朝のなんか朝のみんなで歌う挨拶あるじゃん、あれも英語の歌でちゃんと理解して歌ってるんだよね子供たち。すごいよね。なん、どんな歌か知ってんのみたいな聞いたら、知ってるやんみたいな。訳してくれました。やばいよね本当にさ、マジで今の子って本当にすごくて、やらないじゃんって言われてるしな。やってるけど、いや、やってないけどやるんですよね。マジやばい。そう、手伝ってもらうとかできないからさ、やばいんだよ。いや、そうなんだよ。そう、人に言われたらマジやる気なくす。いや別にそう、みんなじゃなくてね、みんなじゃなくて、そう、なんか家族とかから、まあみんなもか。みんなに言われたらやる気なくすから言わないで、けど言ってほしい、課題の存在を忘れちゃうからっていう、え、ちょっとわがままな人です。
でもなんか、なんか夏休みの課題はレナはなんか定型的なやり方があって、作文と作文とかなんか習字とか絵、なんか絵の具の絵とかは一番最後に焦ってやるタイプ。なんか漢字ドリルとかそういう系はなんかめっちゃ最初にやるタイプですね、はい、あとは気が向いたらやるみたいな、なんか工作とかでも一回工作を、ね、やってなくて全然やばいみたいななったんですよそんで、なんかレナってさ、よくお菓子作るからさ、あのプリンの瓶みたいなやつがあるのね家に。であれでなんかスライムを作って図画工作のやつを出したらめっちゃ怒られためっちゃ怒られたね。青とピンクのやつをちゃんと色を入れて作ったんですよ。そしたらめっちゃ怒られたマジやばい。同級生にもめっちゃ笑われた。そうスライムを持って行って学校に。中学ぐらいだったね。中学だった気がする。小学校かな、わかんないけど。あ、子供園あるよ。子供園ある。そうだから、子供園があるから余計さ、なんかやばいなって思ってる。その免許一つで大丈夫なのかなみたいな。子供園ってなんかよくわかんなくて、なんか先生にはよく教えられてたけど、高校の時も。最近は子供園が増えてるからみたいな。結構大変だと思ってる。大変だよ、絶対大変だよね。でも通信の方が大変説あるよね。やらなくても分かってる。そう、分かってないのに言っちゃうんだよね、そうやって。スクショしないでえ、そう、どこかでスイッチ入るよ。大丈夫、それは大丈夫だと思う。いやでもやばいんだよね、そのなんか通信とかさ、こういうやり方で課題を迫られたことがないから、スイッチがどこで入るか分かんないっていう。え、そう、スライムだったらダメだった。え、なんか1日で作れるじゃん。それマジで夜中の10時とかに、やばい、明日工作の提出だーみたいな、夏休みの工作の提出だーみたいな。いや、掃除するやつあるねって思って、マジで、あのスライム2個作って持って行ったら怒られたでさ、なんかさ、小学校だっけ、多分小学校だったと思うね。小学校のなんか工作のやつってなんか展示されるんだよ、夏休み明けに。それ展示されて、でなんかそのなんか理科室とか行く前とかに絶対通る廊下に展示されてて、マジで理科室に行くたびになんか同級生にめっちゃ笑われるっていう。みんななんかすごいやつ作ってたりするじゃん。なんか工作めっちゃ上手い人とかいた、小学校で。なんかすごかった、なんかゲームですかみたいな。すごいよね。それの横とかにあったからさ、めっちゃ笑われてパキって言った最初から2にされた。いやマジそれな、なんか5段階でさ、1を取らない方法は課題を出すことですみたいな、めっちゃ言われてたよね。だからレナはちゃんと課題は出してました。ドメインは幼稚園教員の資格で行ける。待って、レナって何取ってるんだろう。保育園か幼稚園教員だったと思う。え、多分幼稚園教員じゃない。え、ってことはさ、保育士資格は無理ってこと。子供園見れないもんね。いや違うわ、見れるか。保育士さんもいるよね、子供園だったら。いや、わかんない分かんなくなった最近保育に関わりなさすぎて12年落として泣いた子供でした。え、かわいい、それは。それはかわいいね。でもレナはなんかスライムとかあんま好きじゃないんだよね。ちょっとなんかやで本当やだった。ある、日誌みたいなあった、小学校低学年もあったんじゃない多分。なんか暑いんだけどって思ったら除湿切ってた。めっちゃなんかやだ、めっちゃ除湿じゃない、めっちゃしけてる。じゃあ終わるね、今日言ったじゃん今日ダメだって。今日ダメなんですよ、喋りすぎたらダメな日なんですよ。通るたび恥ずかしかった。え、マジさらされててめっちゃ恥ずかしかった、本当に。あれマジ一生覚えてるもん。筆箱な、何何作ったの。え、絶対、え、でも工作うまそう。え、待って、工作うまそうだわね、少年だった本当に。うん、会社早いね。やばい、早すぎ。ブラックだねブラックじゃん。
大学に出て吉見で細田医学の学生生活者は民間ペース作るの放送大学法制法制なのマジで大変だよね法制って多分スクリーング週3ぐらいであるでしょ絶対保育士だけだと後から取らせる嘘でしょえ待ってレナやばいって無理幼稚園教員にしたいえわかんないどっちだったっけでもなんか免許を取るのに簡単な方だった幼稚園教育保育士資格どっちにするみたいになって簡単な方を選んだ幼稚園教育かわかんない簡単な方多分多分簡単な方ねえレナも区別よく分かんなかった最初今は分かってないけどむずいよね早いもう寝ちゃうのいやいやもう寝ちゃうのってみんな洗脳されてるねそのレナが今レナの中で今夜だからさね終わる終わる詐欺してるあそう何時起きるか調べてアラームつけないといやマジでダメそうだから日中まあでも大丈夫なんだけどねそうそうそう大丈夫とか言ったらねまたちょっとダメになるから本当にえ次のねツーショット回そのエプロンで思い出した次のツーショット回あるじゃん前メロにしてたよねレナ前メロ着ればよかったお揃いだったママとお揃いだったのにそうなんだよね通称前メロだよねまあでも1時間だけだから別に暑くないか暑いかな通称で前メロはでもどうなんだろう分かんないいいかな別にえどうみんなどう思う本当に終わるの寂しくないのねやば圧かけられてるいつも圧をかけているレナがそうブラックいやブラックじゃないからの方でも課題きつそうねそう単位ね単位取らないとダメだからね進級できないピント合ってなくないピント合ってなかったよね絶対わかんないけどレナの目がおかしいだけ目悪いから見えないんだよねこれぐらいの距離でもぼやけちゃう気づいたら声近くなってるんだよね前メロね言ったのなんか同じ日に着ようと思ってたけどなんか暑いってなって着てないってどうしよう傘持ってかないわ猫着るのは涼しいの涼しいとかないかもあんまりいやわかんない半袖か長袖かも覚えてない猫さんまだ着てないまだ着てないの一回もやばいね試着しないとやばい着てないんですよおはーん一回は別にピントなんか合ってなくてもね若干ね若干なんかぼやけてたよねまあいいそれは置いといて配信者としてダメな発言それは置いといてぼやけてるの置いといて猫はそんななんかマイメロよりさすがに熱くないよマイメロはマジでさ絶対熱いじゃんみんながさマイメロ熱いよって言ってたからディズニーするのイメージまあ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 ひょっとして今朝も15分だけとか言って始めてたよそんなことない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 よこれの打つ時しか目は来てないえ、わかるなんか眠すぎてさ携帯打ってる時ってさコメント打ってる時もさ目つぶってコメント打つよね感覚でなんかピント合ってなかったちょっと識別されてなかった。かきれなさんだねっていう識別をされてなかったですね。無理かな。無理かな。てかレナという存在があざとく可愛いじゃん。
あざとくかわい、あざとくかわいく撮ってって言ったらってさ、あざとくかわいくないってこと？今が。そういうこと？そう、暑そうでしょ？そうなんだよね、暑そうなんだよ。でも迷ってる、どうしようか、着ようか、どうしよう、どうしよう。ツーショット、え、みんな幕張のツーショット来る？今来る人いる？幕張のツーショット絶対ないじゃん。どうしよう、1人とか2人とか3人だったら一応3人いるんかいってねどんどん増やしていて、1人とか2人とか3人限りないあざとさ、いやいや、あるでしょ、存在がね、存在があざといじゃん。うん、100回目ありがとう。行かない行かない、おい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 、あ、そうね、初じゃないわ、制服の目だ、先制服の目で会えるもんね。いや、いいじゃんいいじゃん、いいねいいね、1人2人3人いいですね、1人ですね、一旦1人ね、今んとこ迷ってます。ママ2人レナに迷いとかないから、そういうのそういうのダメだ、そういうのダメだと思います。2人じゃん、1人とか2人とか3人って言ったのに2人じゃん。おいおいおい、これは恥ずかしいぞ2人じゃん、あ、どこでも欲しい、行かないです。名古屋で会ったし、通称はね、あと握手残ってるから、名古屋では遠くもだけど。おいおい、おはようコメに消されていっているねえ、みんなそれ1人は確実なのに、1人もう1人は確実じゃないっていう、い、迷い2人目迷いユニットの時で書きたいからね。は？なんで？やば、そんなんやばいよ、普通に詐欺師やん詐欺師やん、それ。え、マジでユニットとか MC だけサイリウム振るとかマジ詐欺師やから、普通に普通にやばいやばい、久々の復活、復活来る、久々の復活来るぞこれみんな来てないエモの姿から次回から、いや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 、おかしいおかしいおかしい、まだ打っとうやんな、通称って、あ、もう終わっとんかな、あ、じゃあ多分それ終わっとったらもうちょっと無理ですね、一人じゃないですか一個目じゃないですね。おはよう、おはよう攻撃されてるよな、これ今おはよう攻撃されてるよなおはよう攻撃されてる、あ、そっか、生誕やからってことやばいやばいやばい、生誕やったからってことやんな、ユニットン買って説ある最近ガハハハマっとんねんな、ガハハ。7日まで買えるよ、はいはい、7日まで買えますけど、どうしますか、7日まで買えますよ皆さん、7日まで買えますよ、一人なんですけど、今来る人、今通称来る人一人なんですけどちょっとダメですね、おはようコメントに、おはようコメントが、おはようコメントが強すぎる、おはようコメがおはようコメントのことなんて言っとったっけ、ほほうじゃねえなガイドフライドのおちゃんの悲しい、死んだもう読み取れてるねとか言ったらダメだけど、読み取れてる、ガハハ行かないか、買わないガハハ、ガハハじゃないよ、ガハハだよ、うわ、おはようみんなわざとおはようやん、同一歳の時オレンジピンクしてたら気まずいでしょ、いやいや、レナ的に気まずいレベルじゃないよ、嫌だわ嫌だわ、オレンジピンクってたらすごいプライドが一番痛かったのに、
確かに狼とプライドってどんなダンスなんだろう。フリーで言っとけばよかった。わかんないですけどね、狼とプライドかもしれないし。はい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 。いやわかんない、本当にわかんないから。赤切りのステーション、レノデスの可能性もあるからね。そう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 、可能性もある。いや悪目立ちすぎんのはマジでやばいからね。そうちゃんとオレンジ大事だから、ピンクピンクとちゃんとねオレンジ守らないとね。最近オレンジのことちょっと批判してるから。うん、おはよう。ね、みんな見たいんだねえ。やだ、みんな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 、何が見たい、女の子以外ユニット。うん、別に女の子でもいいけど、女の子でもいいけど、女の子でもいいけど。何が見たい、何が見たいとかない、全部見たい。うん、あそうね、確かにサイリウムがね、それあるかも。何が見たい。女の子以外。うん、動画見える衣装だったらなんだろうな、オオカミとプライドやん。いやなんだろうなとか真剣に考えちゃったわ。いやいや分かんないよユニット、分かんない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 けど、何が見たいって何が見たいって感じですよね。案外なんか何にもないですね。何にもないじゃん、みんなないの見たいやつ。なるほどね、くるくる、かわいい、するよ。万華鏡めっちゃ合う、あの同期に言われる、かけるの絶対似合うよって。けどダンスがむずそうで嫌だ。嫌じゃないけど嫌じゃないけど、ダンスがむずそう、むずそうなんですよ。おはよう。召喚やだ。やだ。眠いよね。思い出衣装以上の衣装。うん、あ。結構カラフルなやつだよね。黒だけど。結構カラフルじゃなかったっけあれ。カラフル？わかんない。カラフルだったよね。多分。カラフルだったよね。ラブ。うん、白い毛が持てる。おもろ。おはー、おはれなですけど。前髪強強。そう、難しそうなんだよね。っていうかどんな踊りか全く知らなくて、わかんないけど知ってるけど、知ってるけど知ってるけどね、なんか知ってるけど、いろいろ全部踊れるんだよ、全部踊れる、全部踊れる、全部踊れるんですよ、私実はね、実は全部踊れる。マジ全部踊れるよ、普通に全部踊れる。だからワンチャン全部出る可能性もあるよねっていう。人って嘘つくときどこ見るんだっけ。いた、目入った、右上、
全部踊れるよガチ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 全部踊れる全部踊れるけど、特に女の子の第六感がまあずっと出てたから一番踊れるよねっていう話ですよね怖い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 全部踊れるからね、まだわかんないですよね。盛りるな、確かにだいぶ盛られてるね。え、トリックしてるでしょ一旦ね。もうそうなんだよ、そう、もう何でもいい精神で来てくれたら嬉しいなって思いますね、ユニット以外でもはい、ありがとうございましたありがとうございました唯一の固定メンとか嬉しいのさやばい、唯一の固定メンおもろいな今わかんないですけどね、わかんないです、全部出る可能性あるから、全部早着替えで、全部早着替え、ちで全部早着替えその間にえ、そうなんですよ、はい、もう見れるだけでって思ってぜひいらしてくださいはいはい、ずっとねそうやって思ってはい、何時だろうな、遅いかも、いやどうだろう、遅いかな、早くできたら早いかもね。100回目ありがとう、おはよう。トレードね、当たりそうだったね、なんか当ててね。早着替え最近は得意になってきた、結構早いよ俺の。けどなんかあのブレスレットつけ忘れたり頭つけ忘れたりしちゃう。 D賞さんに止められる、深切れブレスレットつけてないでしょ、それ忘れないでって言ったよねすいません忘れてたってね、はいね重ね着全部ね、そう脱いでるの裏でビリビリってで一瞬で入る。紙席紙手紙席紙手にいたらレナ見れるんじゃない下手にいても見えるけど紙手でも見えるよっていうね感じで マジおもろい、おもろくないけどね全然全然おもろくないけど、逆に2日来る人いる、2日もう分かってるよね、2日は第六感じゃなくてね、なんだっけ、ジェラシー、ダウト仲間の歌。ユニットってでもさ全曲どこでも行くよね多分、どこも巡るんじゃない巡りますねステージ上そう席はね当日になったんだよね、もう今はまだ先じゃないよね、もう当日だよね行くんじゃね不機嫌出てる、不機嫌。え、重ね着絶対熱い、あのあれやばい、あのあれやばい、何詩人のコート、あれねもう脇とかマジで本当にきつすぎて、お腹もきついし、詩人ジャンプやばい、あれ本当に服ちぎれそうになる。でね、詩人のコートを脱ぐときにあの制服の目じゃなくって合格キスのあのブレザーあるじゃん、あれをね、あれのボタンを一緒にビリってやったときに、レナってさあのメガネをさつける一番の人じゃん、あのときにマジで焦って、服のボタン裏めっちゃ暗いからさ、ボタン一個なんだけどそれを頑張ってつけ直してから
出ないとダメでマジで焦ったことがある。あ、もう当日になってるか。不機嫌じゃない、不機嫌じゃないよ知ってるけどおはようございます。太ったかな、わかんない、太ってはないと思う。そうマジ無理って感じ。でも案外大丈夫なんだよね。詩人のあのコートのボタンも取れたことないし。でもレナはなんかお腹がめっちゃ緩くて、最初はきつかったのお腹が。けどなんかなんだっけな、誰かのなんか衣装結構変わるじゃん制服の目って。で衣装が変わった時にめっちゃ緩くて、けどめんどくさいから衣装さんに言ってなくてそうだからお腹だけ緩いって。他はきつい、首とかめっちゃきつい、首やばい。ロビーって暑いんだ、あれってジャンプした瞬間本当にやばいからね。ジャンプしてなくてもやばいもんあれサビとかやばいよね。苦しそうに見えるんじゃない客席から見て、詩人ってあの首元ここまであるし首見えないんですよ。え、もうそれが取っ手出しっていうのがマジでさやばい。首見えない衣装が取っ手出しなのが本当にやばすぎて、いつもこうやって首を頑張って伸ばして取っ手出しに挑んでいるえ、マジでね本当にあのレナね、首のねコートのあのボタンを同期にいつもつけてもらうんですよ。はいって言って、この首元が2個あるのね、ここら辺に、ここけど横にあるので、あの2個あって、でなんかそれをつけてもらうんだけど、マジでここみさんとかにいつもねつけてもらうときに、その奥のこっちの横側の、ここはまあまあ前だからいいじゃん、奥のこの2個目の一番最後のギュッてやって締めるところが本当にマジでえずくのうえうえってなんの本当にマジであのね、首が本当に嫌すぎて本当に嫌すぎて、首になんかが触るっていうのが本当に嫌でね。そうやばいよね。だからめっちゃここみがめっちゃいつも爆笑してボタン閉めてる。首切れじゃないよ本当にやばい。え、そうなんで、合格キスに関してはメガネで同じ髪型だったらもう誰が誰か分かんなくなるよね。首伸ばしたらあんちゃんねコートから出るよね。でもコートマジでやばくて、いやマジえずいてんの本当に。そのえずくスイッチがここにあるんですよ、最悪と思って。けど毎回あの毎回ここみさんで笑われる、めっちゃおえやばい首やばいうえとか言ってマジ上ってなるんですよ。ネックレスも好きじゃないですね、好きじゃない。あ、全然大丈夫だけど、ネックレスぐらいなら。けど家に入ったら絶対にもう一番に取るっていう。ジェラシーの、あ、ジェラシーの衣装はねオフショルだったり片側だったり案外形違うんだよ。衣装ね形違うよ。なんかこの間ねココハとレナの形が違くて、肩めっちゃ出てるじゃんってココハがレナの衣装を見て、ココハ多分お後ろだったのかな、でおはようございます、でなんかレナが肩側じゃんレナって肩出てるのが、でなんかみたいな、お互いなんか作り衣装の作りが全然違うことに裏で驚いてたやばいなみたいな、全然違うじゃんって言ってましたそう、片側と両方出てるけど、どっちも着たことある。レナは青だけど、青一色だけど、青以外は着たことないですね私衣装。え、あとさ、水のないプールの衣装あるじゃん、あのワンピース、あれがマジで合わなさすぎてあれマジ可愛く見えない。私が悪いんですよ、衣装は可愛いんだけどおっきいんだよね、なんか
ダボダボ感あるよね。あ、そうそう、身長とかでもあの衣装を分けてるよね。逆に鼻違うの？どこの鼻？鼻なんかついてた？分かんない。いつまで探せば変わる可能性あるのか。え、でもね、そのオフショル着た時も青だった。青のオフショル着た。うん、1回目ありがとう。あ、そう、最近緑だった。え、でも一番最近は青だったんじゃない？確か。あ、覚えてない、もうめっちゃ前すぎて干されてて覚えてないですね制服の目枯れて覚えてないです。どっちだったっけな。でもなんか青でめっちゃ喜んだ気がする。石尾さんに、え、青じゃないですか、ありがとうございます、やったやったやったみたいな、裏でめっちゃ喜んだ気がするだから多分青かな。これで緑だった、おもろいね。確かに衣装の色あまり気にしない人もいるような中には。おはよう、意外と、あ、髪飾りも花だわ。そこら辺にあるお花、お腹ら辺にある、え、そんなあったっけお花よく見てんね、全然覚えてない。あ、でもスカートの後ろになんかリボンみたいなのがついてた。ひげのさん見つけるコツ教えてください。いや、見つけれるでしょ見つけれるでしょ12人なのはあるよね、しかも。12人なのはあるよね。ん？なんか STA さんの方が入ってきたかも。いや、わかんないけど、たまにね、名前そのままのファンの人もいるからね。わかんない。どうだろう。色ってイメージで当て込まれる。あ、それ言ってた、石尾さんが。イメージもあるよって。え、本人かな。いやー、どうだろう。これは。でもね、あんまり反応してない本人じゃなかった場合、ちょっと、ファンの方だった。の可能性もあるから。うん、1回目ありがとう。お花はお花だからいや、花なんだけど迷子になった時、うん、確かに。そう、衣装の色はあんまり変わんないから。ジェラシーの衣装は、あ、ジェラシーの衣装は案外青でもいい、ピンクじゃなくて青でいいって思いますね、最近。可愛い。あ、でもジェラシーは何でも可愛い。なんでも、なんでもっていうか、どの色でも、どんなオフショルでも片側でもどちらも可愛いよね寝る日もあるよ、全然。え、全然あるよ。でも終わるねそう、推しだから見つけられるよ。かわいい、知ってるよ。コメントないってことはファンの人なのかなファンの人ですね、多分。おはよう、コメ。オフショル多い、確かに。でもレナはオフショルじゃないですね。衣装ないんじゃない。女の子の第六感とかは、まあまあまあ。あとはぐらいか。女の子とジェラシーぐらいだね。寝よ、そろそろみんなの方が寝たいよね、普通に。まだ寝れる人に関してはみんなの方が寝たい気持ちはあると思う、きっと。
あるよね。みんなの方が寝たいよね。寝てやば。自分が寝たいからやんだった。すぐは寝れるよ。グールと共に寝る。グールと共に私はさよならします。東京グールを見たいと思います。もうすぐ仕事行きます。あら、寝れなかった。また今日俺のせいで寝れなかったぜって感じだね。先寝ないならない。嘘、元気だからね最近の朝は。あれなも結構元気ですから。うん、準備を始める。めっちゃ違う。普通にもう寝れません。あら、寝れないか。寝れない人もいるよね中には。東京 G やめて。やだ、大きさなんかでかそうだ。東京は。でも名古屋もでかかった。ほんとやだった。うん、300円もありがとう。おはよう、おはよう、おはよう。え、なんで助かるの。なんでそんな寂しいこと言わないで。武器出しそうで怖い。それな、ねえ、あれが出てきそう。カグネだっけ。あの共食いしたらさ、あの強くなるやつ、あの赤い武器。武器。やばい。さっきの武器の言い方めっちゃおもろかった。武器。武器。東京グールだから。めっちゃ出かける。気をつけて、雨降ってるから。やっと国はね。おはようございます。免疫ついてるのすごい。レナだったら無理だ絶対。え、どんだけの推しでも起きれないね。レナは5時から配信なんてやられたら。今来てない人が多分正常だと思うんだよ。だから今そう、なんか、まあ、元々この時間に起きてる人はいいとして、わざわざ起きてレナの配信を見て仕事に行ってる人は結構やばい人って感じですね。来てくれてるのにね、やばい人は。どこまで見たの？え、もうね、多分最終枠だと思う。今ね、アンテイクに警察が2回ぐらい来たところ。で、バレたところ。バレた。あ、そんで、アンテイクの店長が、店長の、あの、息子が、なんか袋、かなんか、みたいな。結構進んなくない？多分。わかんない、グルー見てる人しかわかんないと思うけど。はい、また振り出した。嘘、振り出した。絵文字やめてー。会社向かってる。早いね。え、そうなん、昼遅くて朝早い配信。やばいね。楽しいのかわかんなくなってきた。じゃあ明日からそれに見てるとこ。え、でも明日は花金じゃない。あ、明日休みだから、はい、来てくださいね。あ、通知で起こない。いや、通知で起きるのもすごいよ本当に。余裕で白髪化してます。余裕。1回目ありがとう。余裕ですね。え、マジね、なんか最近アニメとか見るじゃん。アニメとか見てたら本当になんか仲間が欲しくなる。なんか結構ね、レナの高校ってなんかアニメをみんなで見てたの。次このアニメ見ようぜみたいな、これ面白いって言ってたよねみたいな、これ見てるんだけど面白いから見てみたいな、みんなで結構見てたの。ここまで進んだよとか見てたから、なんか結構なんか休み時間とか本当にマジでアニメの話しかしてない時とかあったのね。やばいよね女子校ね。もっと楽しいね、なんか話、青春っぽい話だと思うでしょ。なんだけど、なんかどこまで見たみたいな、ご飯食べながらメイクしながら、どこまで見たのこれみたいな、え、これ見た、まだ見てないみたいな。っていう話をしてたから、結構自分が見てるやつは周りの子たちも見てるアニメをさ見てたからさ、だからなんか今はいないんですよそのアニメを語れる人が。いないから、なんか一人で見て、あー、もう第3章まで行っちゃった、誰とも話さずに、悲しいな、ここ誰かと共感したかったのにな。いや、そんな落ち込んでないけど。そんな落ち込んでないけどね。ちょ、みんなに今かわいそうって思わせるためにちょっと演技ちょっと演技した。そう、共有しようって思いたかったんだけど、そう、まだ共有できずに東京グールも終わろうとしている。
だからさ、そんなもんか、女子高生は。共感したくない、なんで、え、共感したいでしょ。それなーとか言いたいじゃん。これ分かったーみたいな。あ、そうだからビームとかサラとかにも結構なんかこれ見てるとか聞きますね。けど案外見てないんですよね、私が見てるやつ。選び方が下手なのかな。分かんない。分かんないけど、うわ見てないってよく言われます。あ、鬼滅見ないと。鬼滅見てない、まだ途中だ。あの第1話の長いやつ、あの1時間ぐらいあったよね、あのやつまだ見てない。見ますね。ってことで寝ますね。寝ますね。寝ます。さよなら。なんか雨でめっちゃ嫌な感じなんだけど、除湿効いてない。マジさ、湿気るの本当に嫌いなんだよね。わかる、湿気るの嫌いなの。わかる、湿気るの嫌いなんですよ。湿気がマジで嫌い。雨の音ね、しないけど降ってるのかな、わかんない。降ってるっぽいね。おやすみー、またねー。おやすみ、おやすみなさい皆さん。今日も嫌な上司と戦ってください。え、それな、加湿器でしょ。加湿器ね、水替えないと作ってたのに。またね、おやすみ。いつも湿気てるやん。違う、オイルなこれ、やば。湿気てるって言われたよ。バイバイ、おやすみ、お疲れ、おやすみなさい皆さん。皆さん今日も戦ってもらって、そう、マジで自分にカビ生えそうで無理。湿気って苔とか生えそうで無理。マジ湿気嫌ねんな。もう寝ます。100回目、ありがとう。じゃあおやすみ、ありがとう。これで聞きながらヤホーニュース、ヤホーニュース。おつー、喉が治らん。大丈夫だよ、だってさ、除湿つけても湿気てるんだもん。大丈夫だよ。加湿器なんかつけたらもうやばいよ、マジ呼吸入る。雨の日にさ、マジ加湿器とかつけたらどうなるんだよね。マジ呼吸入るよね多分。やっぴー、お風呂入ってます。ごめんなさい、ありがとう。おやすみー。いいな、ボーリングレナできないんだよね。ボールが重すぎて持てない。だからあの下からこうやって投げてる、両手で。案外できるんですよ、それが上手いのレナ。そんな受け方が一番。お疲れ、バイナラー。眼圧、眼圧攻撃。おやすみー、行かないで、かわいい、してるよ。またね、頑張ってね。お仕事初めて書いて思った、してるよ。待つね、そう近い近い。じゃあねー、バイバーイ。シグネクスイルージョン、バイバイ。今日も頑張ろうね。あ、メール送ります、メール送りますね。さよなら、さよなら世界。あ、雨気をつけてね。おは、おやすみ、またな、バイバイ、おやすみ、バイバイ、バイ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